Peggy 3.任天堂の手塚です。よろしくお願いします。グッドフィルの恵比寿です。よろしくお願いします。最初に任天堂からグッドフィルさんに話を、した際にケイトのカービィの、続編というかケイトのヨッシーみたいなものを作ってくださいっていうオーダーではなくて、ヨッシーのゲームをまず作りたいと。でケイトを、素材にしたネタとか仕掛けとかそういうものを盛り込んだ新しいヨッシーのゲーム、そういうものを作ってほしいという、そういうお願いを大雑把にしてるんですけども、紙の時は糸をテーマに糸の動きでいろいろ表現していったんですが、今回立体になるとなかなか糸ではちょっと見栄え的にも良くないっていう問題が出まして、糸も塊としてまたは布とかもいろいろ塊としてどう遊ぶかっていうところを、結構考えていってます、ほどけたりこう編んだりとかそういうようなことをいっぱい使うわけですよね。マリオのゲームも、ヨッシーのゲームもどちらも、2D 表現の、横スクロールのアクションゲームなんですけども、大きく違うのはマリオはすごくその時間制限の中でいかにその難易度の高いアクションに挑戦するかクリアすることを目指すかっていう遊びなんですが、ヨッシーはそういう時間制限がなくて広いフィールドの中を自由に探索をして新しい発見をしたり、非常に幅広く楽しんでもらえるアクションゲームじゃないかなと思ってます。アクションゲームを作る際は、ジャンプの幅とかが決まっていて、それをもとに、地形の構成とかを組み立てたりするんですが、ヨッシーの場合はあまりにも万能で頑張ればいくらでも飛べますし、舌も最強の武器ですし、武器という言い方も何なんですけど、どうやって組み立てたらいいのだろうって考えた時に、手塚さんの方から探査を中心だよっていうお話をいただきまして、ああ この性能っていうのはその探査を楽しむための、ストレスなく探査を楽しむための性能なんだなというふうに理解して、そこからは、そういう考え方でスムースに組まさせていただきました。系統を使うことで普通ではできなかったような探索の仕方があったりします。ヨッシー自体が系統で構成されているならではの、形の変形等々入ってます。結構今回ね、2人用の遊び2人ヨッシーが出てくるんですけども、それが非常に私印象が良くて、で2人で楽しむと協力することもものすごくできて、難しい、シーンでも2人ながら協力しながら助け合ってクリアできたりとかできますし、もう1人のヨッシーを食べちゃうことができるんですよね。で好きなところまで持って行ってポイッと入ったりとか、これは協力する上では非常に重要だし、逆にもう一人を攻撃するようなことにも使えるし、非常に幅広い遊び方ができるんじゃないかなと思います、そのヨッシーをスケートで表現するときに、いろんな表現方法のサンプルっていうか、試作をしてて、で一番その編みぐるみのヨッシーというものが魅力的だなっていうふうに、思ったので、割と、試行錯誤の末この表現でいこうというふうに決めたんですけどね。素材感もあるんですけど手作り感っていうところも出そうっていうことで、じゃあ手作り感って何っていう話になりまして、じゃあ自分らで作ってみれば手作り感が分かるんじゃないっていうことでのみんなでこう作っていったんですけど、自分の中で思ってるワードがあって、アメージングヨッシー、なんかこうすごく驚きのあるものにしたいなと思ってて、このゲームを持ってるだけで嬉しくなるような、そういうソフトにまとめ上げたいなというふうに思ってます。